白山は、大分県佐伯市にある標高144メートルの山である。佐伯城山とも呼ばれる。山麓にある佐伯文化会館、どっぽひかつて佐伯城があった山である。麓の佐伯文化会館から徒歩約20分ほどの山頂からは、佐伯の市街地を一望できる。なお、佐伯市には他にも、梅大技木浦内及び梅大技小野市に、 城山という名の山がある。かつては、八幡山と呼ばれていたが、江戸時代初期に山頂に、再起城が築かれたために城山と呼ばれるようになった。築城に際しては、山頂を平坦に削って、本丸、本丸外局林、二の丸、西で丸、北で丸が設けられ、山徳には三の丸が設けられた。また、城の裏手にあたる、西側斜面には、水源地として地、誘致、 メス池が築かれた。水域から間もない1617年に、再起城の天守格闘が消失。その後、山麓の三の丸を増築して巨漢が移され、周囲に武家屋敷や町人城が形成された。再起城の建築物で現存するのは、三の丸やグラモンのみで、山頂部には、礎石や石畳が一部に残るのみである。城山は、 明治維新により一時国有となったが、1901年に再起藩主であった毛都市営が払い下げを受け、1982年に再起市に寄贈された後も市の管理下にあるため豊かな自然環境が保全されている。この間、1928年には山頂の天守車に毛利神社が創建されたが、第二次世界大戦中に消失し、少子が残るのみである。 また、昭和50年代には、山頂の神社地を除く区域が、都市公園として整備され、歩道が設けられるとともに、ベンチ、案内板が設置された。1893年に、佐伯市にあった、鶴谷学館に教師として赴任した、国木田ド歩は、小説、春の鳥の冒頭で、今より67年前、私は、ある地方に英語と数学の教師をしていたことが、 ございます。その町に城山というのがあって、大小暗く茂った山で、あまり高くはないが、花肌風景に飛んでいましたゆえ、私は散歩がてらいつもこの山に登りました。と知るし、文後の国最期城山と題した随筆では、世が初めて最期に入るや、まずこの山に心動き、あまり見に、最期を去るも眼底へその系姿を拭い去るあたわず、この山なくば、 世にはほとんど再起なきなり、と書いている。頂上までは4つの登山道がある。そのうち3つは、登録の再起文化会館近くにある登山口の上の広場から分かれ、残り一つは、再録の若宮八幡宮に登山口がある。ありがとうございます。